Hi there, it's Yuki. こんにちは、ゆっきーです、いつも平日は英語のねニュースをお届けしているこのチャンネルなんですが、今日はですねニュースにね羽田空港断水のお話を持ってきたんですけども、ニュースに入る前にちょっと1個だけ、お知らせがあって、来週の13日、14日はい、13、14の水木なのでちょうど1週間後ですね、福岡の天神か博多、これね場所まだ決まってなくて、ちょっと急遽ね今日LINE で、九州と山口地区の方だけにちょっとね呼びかけをしてみたところ、なんと集まったので、来週水木で、夜、5時から9時ぐらいの時間帯で途中参加で退出とか、自由で参加費は一切かけずに、もうね自分が飲んだりとか食べたりした分だけ払うっていう、そういうちょっとミートアップのようなオフ会のようなことをちょっと初の試みとしてやってみようと思っております。はい、で、今ねちょっとアンケートを取ってるんですけど、もしお昼過ぎだったら来れるっていう方がいらっしゃった場合は、午後のね、2時から5時ぐらいに、お茶をしながらちょっとこうね喋ったりとか、もし勉強中のこう英語のものがあったらそれ持ってきて、いただいて、なんかそこでこう英語の質問とかしていただいても大丈夫ですしって言っても、私が答えられないものもあったりとかするかもしれないんですけど、その場合は一緒にこう頑張って考えるんですが、そういうねちょっと英語の気楽な、ミートアップを来週水木で、午後と夜の場でやろうと思っていますので、ぜひもしちょっとご興味ある方は、詳しくはですね動画の概要欄と今日のコメント欄のところに書いてありますので、そちら見ていただけると嬉しいです。はい、ということでちょっとお知らせから、始まってしまったんですけども、今日のニュースはHaneda Airport's Domestic Terminals Lose Water Supply。はい、このニュースですね、これね今この動画撮ってるの、午後というか夕方の5時10分なんですけど、多分配信6時ぐらいにこの後配信して、もしかするとこの動画公開する頃には原因わかるかもしれないんですが、今のところね原因不明でこんなことになったっていうところで、なんかちょっとこういうことが起きました、原因は調査中っていうね、なんかこう気になる報道しかまだされてないんですけども、はい、Haneda Airport、羽田空港のドメスティック、国内線のターミナルで lose、 これ失うっていうね単語ですけど、このターミナルが lose water supply、水の供給を失うっていうね見出しです。はい、でねなんかこの、朝日新聞さんからなんですけど、今日の記事は。この記事クリックするとバーンって写真があって、この男性用トイレにですねペットボトルがぶわーってこう手洗うところに、並べられている、結構なかなか見ない写真だなと思ってですね、今日はちょっとこれを取り扱っていこうと思います。Plastic bottles of water are placed in a restroom for washing hands at Terminal 1 of Haneda Airport on November 6th.ということで、プラスチックボトル、ペットボトル、水のペットボトルが placed 置かれている in a restroom、トイレにお手洗いに for washing hands 手洗い用として at Terminal 1 of Haneda Airport on November 6th、ターミナル1羽田空港のねに11月6日のこの光景ですということで。The water supply was abruptly cut off in domestic terminal buildings at Haneda Airport in Tokyo around 9 a.m. on November 6th. はい、ウォーターサプライ、これ水の供給が、ちょっとカラスうるさいですかね。久々に外で撮ってみたら、夕方やっぱりカラスのも活発な時間なのかもしれません。はい、なんで私が喋り出すとカラスが鳴くのかな。お、静かになった。はい。The water supply、 これ水の供給ですね。が was abruptly、 これね今日のキーワードです。今日この記事で何か1単語、覚えていただけるとしたら abruptly、 これを覚えていただくのがいいのかなと思います。abruptly、 これ意味はねちょっと発音難しいね。abruptly、 ゆっくり言うと abruptly、abruptly、abruptly abruptly で、意味はですね、突然とか急にとかいたずらに不意にといった意味を持っている英単語です。でこれね、さっきそう調べてみたんですけど、例えば abruptly これ英文だとね abrupt っていう単語に ly がついて副詞の形になっているんですけど、 abrupt 自体も不意の突然のぶっきらぼうな険しい急なっていう意味を持っている、これだとそうですね形容詞で、例えば、speak in an abrupt manner っていうとぶっきらぼうに話すっていう風になったり、an abrupt turn in the road 道路の急な曲がり目とかね、an abrupt end 突然の終結とかね、こういった例文がウェブリオさんだと載ってます。で abruptly、副詞の形にすると例文としてはね、はい、こんな感じ。 Why? She asked abruptly なぜなのと彼女は出し抜けに尋ねたとかね、はい、こんな感じで、こういうね、なかなかあれこの単語なんだっけとか普段見ないなみたいな単語を見た時はぜひ意味を引くっていうのはもちろんなんですけど、それに加えて例文を必ず見るっていう癖をつけると、あ、そんな風に使うのねとか、あ、なるほどな、そういうイメージかみたいな、イメージがねついてくるのでおすすめです。はい、ということで今回は The water supply was abruptly cut off、これ cut 切るねで off、これでもう完全にこう断水みたいな、突然切られた。でこれが、suddenly とか、なんか突然にっていうと英単語で suddenly とかね、思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、今回これなぜ abruptly なのかっていうと、やっぱり不意なこう急なイメージ、とかなんか本当にとにかく誰も予想してなかった感じがね、この abruptly っていう単語に入ってますね。で本当にこう急になんかそう朝一でしたよね、朝の時間帯に。断水をして in domestic terminal buildings at Haneda Airport in Tokyo around 9 a.m. on November 6th、だいたい9時前後、ぐらいに断水したと。 affecting 影響を与えます。なんかアフェクトって最近多分昨日の記事だったかな、なんか最近出てきましたよね。はい、affecting restaurants and travelers using the restroom there, Japan Airport Terminal Company said。 はい、で今回の断水によって、レストランの営業だったりとか、あとは旅行客の方が、restroom これね、お手洗い使う時に影響出たよっていうので、お手洗いに関してちょっとだけ、補足しておくと、ここではね、今回の記事では restroom っていう単語が使われています。で、お手洗いといえば英語で、bathroom っていうのもあれば toilet とかね、なんかあとは water closet とかあんまり聞かない気もするけど、あとは washroom とかいろいろあるんですが、 restroom に関しては、イメージとしては restroom って rest これ休む、room 部屋なので、なんか、デパートとか、こういったなんだろう、空港とかはまさにそうで、こうお手洗い入っていった時になんか特にね、女性のお手洗いとかは特にそうなんですけど、お手洗い入っていった時に、そのトイレ、ももちろんあるんだけど、それプラスちょっとした休憩室的なところ、なんか女性の方だったら、そこでこうお化粧直しするね、こう化粧台があったりとか、あとは、そうね、こうベビーベッドあったりとか、なんかちょっと休めるようなところがついてるような少し広めのお手洗いみたいな感じで、デパートだったりとか空港だったりとか、そういった公共の場でね、出てくるお手洗いに使われることが多い単語、これがレストルームなんですけど、反対にバスルームは、なんだろう、海外の、アメリカントイレとかね、なんだろうな、こうバス、お風呂と、トイレがこうセットになっているような空間、ルームということでバスルームと呼ばれることが多いみたいな、ここはねちょっと住み分けがあります。でも人によってちょっと結局最終的にはなんか口癖でどっちを使うか決めてるっていう場合もあって、ここ空港でちょっと休憩所があるからこれレストルームだよねみたいな、ここはお家だからバスルームだよねみたいな使い方をしてるっていうよりは、私はバスルームって呼ぶのみたいなね、人はですね、その空港の例えばこういう今日断水してしまった羽田空港のこのレストルーム、朝日新聞さんはレストルームっていう書き方をされてますが、ここのこともバスルームっていうネイティブの方もいたりとか、なんかね最終的には口癖みたいなところもあるんですけど、英単語の違いとしてはその違いがあります。はい、長くなりました。では次の段落いきます。The company which operates the Terminal 1 and 2 buildings for domestic flights is investigating the cause of the problem。はい、このね、そう、investigating これね、調査していますっていう単語ですけど、これでね、なんかね、私なんかはですね、この記事最初に見たときに、何が起きてるんだろうっていうので「investigating the cause of the problem」っていう一文を見て、あ、これまずいことが起きたんだなっていうのをね、なんか初めて理解しました。それまではこう羽田のウォーターサプライがルーズされるみたいなって多分今まであったんですかね。なんかそんなこう聞かないっていうか、誰も予測してなかったみたいなニュースだと思うので。この記事何なのと思って、なんかこの写真何なんだろうな、なんかペットボトル配られたのかなぐらいでね読み進めてたんですけども、「investigating the cause of the problem」っていう一文を見て、その問題の原因を調査中ですっていうことで、あ、何かこうねトラブルだったんだなっていうことがよく分かりました。The water outage has not affected flights。で、今回のこの水のねこの一件のトラブルはhas not affected、 また出てきましたね、affected。 こうやって見てみると affect ってやっぱ結構使える単語なんだなとかね、分かります。はい、has not affected flights ということなので、フライトには影響を、していない。 And the transport ministry said water was still being supplied to the international terminal building。はい、これもねなんかね、なんでだろうってこう言われてるとこですけど、インターナショナルの方、国際線の方ではウォーターは、still being supplied、いまだに、being supplied、供給されているということで、今回、ドメスティックの方だけ断水してしまって、インターナショナルの方はこれ止まらなかったんですね。でこれも何なのかとかねいろいろね言われてますけど、 The Water Works Bureau of the Tokyo Metropolitan Government said it has found nothing wrong with its supply system. 読みづらいこの辺。Indicating the problem lies within the airport. はい、なかなかねなんか普段見ない単語ってこう読みづらいですよね。目で読むのも難しいし、というか多分口に出せない単語って。口に出せない、声に出せない単語って多分目で読んでこの目読のスピードも落ちると思うんですけど、 The Water Works Bureau of the Tokyo Metropolitan Government、 はい、これ東京水道局ですね、東京その水道局のことです。はい、Bureau っていうのはね、局という意味があります。Water Works Bureau of the Tokyo Metropolitan Government said it has found nothing wrong with its supply system。 で、この東京都水道局のサプライシステム、供給のシステムには、何もね wrong、nothing wrong なので、何も間違ったことは、見つかっていないということで問題はないっていうふうに言っている。で、indicating this problem lies within the airport ということで、そう考えると、このプロブレム、問題は lies、ここに横たわっているというか、この中にあるんじゃないかと言われている。 within、 内々の中に、 the airport、 空港の中で起きている問題だったのではないかというふうに予測されているということなんですけども、 still investigating、 まだ調査中ということで原因分かってないんですね。はい、これですね、なんかねこの記事ねどうしようかなと思ったんですよ。今日取り扱うの多分明日とか明後日とか原因が分かってきたら多分また出ると思うので、なんか原因分かってからニュースっていうかここのチャンネルでもお届けしていった方がいいのかなと思ったんですが、なかなかこの羽田の水が止まるとかって多分誰も予想してなかった。で、原因というか止めた理由としては、原因は分かってないんですけど、止めた理由としては、なんか水飲んだらちょっとしょっぱい味がするみたいな、そういう報告があって、調査のためにじゃあ一旦止めようってなって、飲食店とかも、営業停止になってね。なんかマックだけは稼働してて、マックにすごい、行列ができてたみたいなレポートも見つけたりとかしたんですけど、そうですね、原因は分かってないんですが、とにかく止まったっていう、なかなか予想してなかったですね、誰もね、おそらくね。はい、なんか当たり前に普段あるもの、動くのが当たり前だと思ってるものもこういうことが起きるんだなと思って、原因が出たらまたニュースにしたいなと思ったので、今日は動画で扱ってみました。はい、ということで本日もですね、なんと15分超え、またロングな、お話になってしまいましたけど、なんか最近ね、そうどうしてもね、このね記事もちょっとどうやってこの解説の方向をこう行こうかなと思ってて、昔はね、昔というか、回によっては見出しの1単語だけやるとか、あとはその記事のポイントの単語だけを紹介するとかで、5分以内に収めるとか、ルールを設けてねやってた時とかもあったんですけども、最近はちょっとあえて、全文解説していくっていうねスタイルでやっているんですけども、そうなるとねやっぱどうしても長くなってしまうので、 YouTube をバックグラウンド再生で使っていただくか、もしくはお家でねこうかけっぱなしにしてラジオ的に楽しむみたいな。なんかね、ラジオっていう風に振り切ってしまえば多分このぐらいの分数って苦じゃないと思うんですけど、動画としてしっかり見る、その時間張り付いて見るってなると、この時間はきついと思うので、どう使い分けていこうかなとかね、なんかその辺を自分なりに、悩んだりいろいろ考えたり試行錯誤したりしてるんですけど、そのあたりもね、普段の皆さんから書いていただくコメントだったりとか、あとは LINE でのコミュニケーションだったりとか、あと来週そうちょっとね、近くの方とはこう飲み会をしようと思うんですけど、そういうところでちょっとね、皆さんの意見を聞いてみて、でもっといいブラッシュアップをねしていきたいなと思っております。はい、最近ちょっと長めが続いているので、明日とか短めのをやってみようかなと思っております。はい、毎日いろんなスタイルでお届けしておりますが、毎日配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。何かしら英語のね発見があると思うので、見ていただけると、気楽にね見ていただけるといいかなと思います。今日の単語は abruptly。 これはねぜひ覚えてください。はい、それではまた明日お会いしましょう。またね飲み会興味ありますっていう方は概要欄見てください。では See you tomorrow. Have a lovely day. Bye bye.